小ヤギチャンネル、まっしゃい。はい、どうも、毎度小ヤギです。エリです。本日は、世界の遊び大全っていうゲームかな、これのヨットというゲームをやっていきたいと思います。ヨット、こっち、 ちょっとルール見よう。サイコロを使ったポーカー遊びだよ。サイコロの出目でここにある役を作るのよ。役を作った合計点を競い合うんだね。じゃ、先に私からいくよ。えい、1が3つ揃ったね。じゃあ1をキープして。えい、やったー、4つ揃った。お、すごい。ヨットがな、なかなか難しいよね。よし、5つ揃えば50点のヨットだ。あー、やっぱり5つは無理か。もう振り直せないから役を決めないとね。この下のフォーダイスとフルハウスまでは6のフォーダイスなら24点狙えるし、ここはエースにしておこうかな。一緒やな、30点やったっけ。どの役を選ぶかが勝負の決め手だね。はい、ストレートは点数一緒やろ。15点と30点やったっけ。負けないぞ。これがヨット。じゃあ行くよ。オッケー。まあまあ、ルールは一応ね分かってるんで、二人とも。これさ、うん、俺とエイちゃんの対戦になってんねんな。そうだよ。まあ、私が先手です。よいしょ。ああ、なるほど、うん、まあまあ。これってさ、何やったっけ、フォーダイスじゃない、フルハウスになる可能性はあるけど、これ、うん、点数が低いってことやんな、この1の目出目やったらな。そうだね。こんなん、じゃあどうしよう。もう全部振り直すやね。いやいや、まあまあ性格出るよね。意味あるかな、これ。じゃーん。ちなみに、あ、うわー、どうなったか。ではこうしようかな。うん、いやちゃうな。ちゃうな。3、4、5。すごいあれやね。3、4、5。保守的な。保守的これ。うん。で、3、4、5でしょ。3、4、5やな。あ、ちょ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 。4、5。これで振り直そうかな。もうこれで終わりやもんね、でも。うん。ストレート出んかったらこれ終わるで、でも。うん。姉ちゃんにそそのかされた気がする。オッケーオッケーオッケー。ストレートから埋めた方が絶対楽やねんな。よし、いけ。ではいけ、モンスターボールってやんの。いや、モンスターボールはここぞって時に言う。ちょっと待って、あ、そうか、フォーダイスも確か意味があったけど。いけ、1回目の振り直し。うーん、難しい。しくったな。しくったかな。でも俺も同じ残し方するけど、まあまあまあ、トレイでもいいからな。え、5、6残して、あ、4、あ、でもストレート狙いできるやん。え、ちゃう。いや、戻れんで。あ、危ねえ危ねえ。え、ちゃう。どうしたらもどうしたらいいの。何が。あ、いけたいけた、よし。4狙いやな。そうです。まあ4狙いいけるでしょう。3分の1の確率やね。6分の2ちゃうな。はい。サイコロ、いや、合ってるわ。あ、お疲れ様でした。あー、3残しが良かったんか。そんなことある？
これにしときます。そうですな。俺そこはさ3つ揃えば上等かなって思うねんな。まあまあ、このでもさ全部その上の段はさボーナスがあるやん。63点ということで、うん、63点って難しいよね。123123、これはでも6残すでしょ。うん何をお狙いになっていらっしゃるんですか。いやもう一個のストレートな12345か23456、うん、か、まあもう高い6が2個出たから、うん、まあもう6とかでも全然いかないよっと。あわよくば無理かな。どうなるか。まあ、でもさっきのは捨てといてよかったみたいやね。まあ、これでも出なかったら終わるって感じやな。どうしようかな。うん、6出ろせめて。ああ。ああやな。まあまあ。でも5も入っててチョイスでもええな。そうっすね。ここ18点でさ63点もいけるかなって感じやな。もうトレイ潰しててもいいんちゃう。いやいやいや、ちょっと待ってや、そそのかしに来てるな。私はあくまで敵ですせやな、ちょっと待ってよ。いや、チョイスでいいな、なかなか。チョイスはマックス30点やから、まあチョイスでも十分いいんじゃない。チョイスにしとこう。後で6公開するかもしれんけど、うっはっはっは、うっはっは。これな一番嫌なパターンや。うん、小さい数字入れな。22336。エリちゃんさっきヨット狙えてたよね。あ、全振り直し。俺はようやらん。いけ振り直し。あ、これは、まあ、これはもう1残してヨット狙いでダメやったらエースみたいな感じです。そうします。えいああ、もうダイスここで使うわけにはいきませんよね。この砲ダイス悲しいな。よいしょー、いけーモンスターボーわ、私のネタパクった。あ、2、あ、どうするどうするかな。ストレートとかさっき狙った方がいいねんけど、うーん、ヨット狙いです。2出たらいい、に出たらいい。あー、まあまあ、ね、もう一回振り直す。まあ出ない。あー終わった。終わったね。そんなもんだな。あーやっぱ3つぐらいしか揃わんよね。そんな、まあ、まあでもこのトレイぐらいまではさ、エースジューストレイぐらいまでは。あ、フルハウスでもあれやで。そのフルハウスはきついで、しかも A ちゃんエースを潰してるからな。落ち着け。落ち着け。まあそうやな。持ちはつかん。まあまあ。6出る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 ね。あーなるほど。これいいね。フォーダイスでもいいけどな。やっと。ヨットだけでマジで完璧、はい、こういう時に使うんや。6がずっと出てる。こういう時に使うねん。6出そう、6出そう、いけー、マスターボール。はぁー、あ、でも6でヨットきついな。いや、もういいです、これで。そうやな、めちゃくちゃ点数高い。ありがとうございます。あー、ヨットは出せる気せへん。もう負けたかもしれん。進んでる。え、1、2、1,2,3 狙いやな。ピンポイントで出るわけないけど、3が見えております。すぐ振る。無理です。すぐ振る。無理です。これもし無理やったらエース潰すかな。はぁじゃあ出たいよ。うぜぇ。よしよし、ぜーし。まだ食らいついてる。まあ、俺が先手やから、点数高くて当たり前やねんけども。
えちゃんがもしストレートのランとか埋めれんかったら全然勝てるけどな。うん、やだ。これストレート狙いますけどね。やだ。あ、もうヨット出てるからかなり気が楽やんな。言うたって、あ、うん、まあそうやな。ヨットだけは厳しいな。いや、これで。何を悩んでます？え、なんで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 ？何狙い？何狙い？とりあえず、とりあえずヨットだけでも揃えたい。あー、確実にね。うん。うん、まさかの展開。まさかの展開。まさかの展開やけど、まあ、私はもう一回行く。その作戦は賢いな。ね、やんかい。あ、来た、しかもやばい、私持ってる。持ってるわ、持ちすぎてるよ、やめてや。ありがとうございます。あ、これはかなり、これは私買ったんちゃいます。いや、マジでな。勝負やめたかったらやめてもええんやで。私はこれ、まあ、5いいんですか。5狙いです、ね、いいんですか。いいです、いいです。はいはい、5狙いか。4ダイスも待ってないな。ヨットも待ってないっすよ。危ない。ほんまにそうやったのに。危ない。危ないやんな。でも4ダイスな、うん、あー怖。あー、あー、どうしよう。ボーナスも欲しいもんな。もうあれちゃいます、これ。ヨット消しといたらいいんちゃいます。え、ヨット消しといたらいいんちゃいます。いどうしよう、4ダイスにしようかな。4ダイスにしようかな。いやー、今の難しいな。5なんかな。いけい。マジか。いやいや、もうやめようや、もう確定してるやん。イエーイ。あー、振り直しもせずに。イエーイ。厳しいな、これは。ちょっと真剣にやってる？やってるよ。真剣にやってる？ヨット狙ってるから。お願いお願いお願い。マジでヨット。もうこれで。それもしヨット出んかったらつらたんやで。だってもうファイブ、あ、ファイブまだ待ってないか。待ってませーん。あー、ダメだ。先の、いやー、これはな。きびいな。これ15点やとしていかへんのちゃう、まあ、4もあるし。いや、行くかな。甘いかな。まあ、15点。エース潰してもよかったけどな。もうヨットも潰してもいいねんけど。諦めとる。大逆転要素を残しとかんとな。はい、これ全くわけわからんことなってるので、オード振り直しでいきましょうかね。てかフルハウスも出えへん気がするな、なかなかな。よし、いけー。ボール取り直し。そうやん、もういいでしょう。まあまあ、ここででも5あと2個ぐらい出すんや。お願い、お願い、私に力を分けて。よかったー。でも、あー、しかもフルハウス欲しかったな。分けてくれへんのかーい。危ないとこやったね。力分けてくれへんのかーい。そこ潰すってのもまあ一つの作戦やね。まあ、最大で12点。チーカーに。最大で10点か、ここやから。え ?2 でしょ、最大で12点ね。10点、10点。サイコロ5個やもんだって。ああ、そっか。ね、ここをゼロにしちゃう。ちょっとこれはでも辛いんじゃないですか。さすがにここはちょっとな。もうちょっと、あ、そこもあんのか。とか、まあ、ゼロよりかはたりするんですけど、ここですかね。パターンか。まあ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 、いいでしょう。ちょっと無難なところに。負けてんな。あ。ちょっとやばいですな、これは。
どうしよう。全部振り直し、全部振り直し。全部振り直しやんな、普通に考えたら。が一番いいと思いますけど。いやもうさ、全部振り直しにしよっか。全部振り直し。あー、ファイブ。これはやばい。フルハウス狙ったらいいんちゃいます？いやー、点数低いフルハウスやな。まあでも出へんよりマシか。しかもこれ、俺2位も潰してるねんって。あー、ほかで、まあまあ、フルハウスな。5が良かったけど。ここですよね、ここですかね。いや、ここですよね。まあ、仕方がない。低いフルハウスだな、これ。最高は55666やな。怖い怖い。いやー、ね、これは困ったな。これは困ったな。姉ちゃんもフルハウスまだなんか。へい。まさかの。フルハウス狙えるでも。狙えるね。狙えるけども、これがダメやった場合に。どうされますかっていう感じですが、フルハウス出たらもうきつい。ああ最悪な結果。そうなん。まあまあ。出へんの？こういう時出るんじゃん。出へんの？えじゃあフォーダイスも危ういな。忘れてた。あでも今結構あそこ埋めた。はい。そんじゃでもそうか。なんやの。もうダメよ。ダメだな。で、目が悪いの。消せへんしな。4、1個ぐらい。おっしょ、おっしょ、おっしょ。まあ、4ね。4、あと2つ。2つとも4。あ、ないっしょ、さすがに。ない、ないけども、まあまあいいでしょう。わ、ヨット欲しいわ。あ、やべえな。あららららららいやーもうちょっと辛いなー。辛たんだなそれは。あやばいな。それで狙ってもいいよ全然。いやーこれちょっときついっすわ。全振り直しってやつですか。おーゴースラの子さんという。お願い。う何それ。4か。4、2個。いやーこれいけてないなー。これしかないなー。これしかない。あー難しい。やばい、これはいけてないなー。あーもう全然悪いやないか。ここしかない。おっといい感じやぞ。だからなー、このボーナス35プラス35がつくかどうかによるよね。俺が6頑張れ。いやーダメだー。いやダメだなこれ。あダメだな。どうしようかな。もう酔っとけそう。うんもう本当にそうなると思う。6出る。1個か。次で何個出るかやんな。2個出たらでかい。1個。あでも全然マシなんちゃいます。18点やんな。全然マシなんちゃいます。えこれいく。いきますいきます。適当に言ってる。今37点でいけるよ。3を6 5個出して1何個か出したら55点。際どいね。うん際どいは際どいけど。いや乗せられたか。いや3が3個出たら。いやもうさあほんといけるな。ヨットなくても。ちょマジかよ。エリちゃん結構きついね。このボーナスが35はでかい。いやこのヨットっていうゲームマジでよくできてるよね。面白いわこれ。きつない。きついな。きついよ。しかもさフォーダイスもフルハウスも埋めてないのにどうすんのそれ。手振り直し しかないやろ。いや、フォーダイスを狙うしかない、これで。ああ、フォーダイス狙いね。
でもダメやった時にどこ、そうなるね、あこれは厳しいね、まあ、でももうそうなるね、俺には嬉しい展開やけど、もうそのボーナスを狙うか、もう下を諦めるかしかないもんね、こやな、あそこか、まあまあまあ俺もそうするかな、3が大事よ、おい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 、これはちょっとだけ、だってあともう一回3出りゃ超えるよね、今6やから61点、よし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 、えいちゃん私にちょっと運が向いてきた、しかもなんならヨットも狙えます、まあさすがにな、さすがにそれは無理、ああああ無理やった、まあ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 、よっしゃーボーナスもらいましょう、えいちゃん、おもんないわ、200点超えた、電源ボタン押そう、ポチって、いやいや、あなたがヨット出した瞬間俺は電源切ったよ完全に、あーいたー、今5が2個出るのね、まあ、4ダイスを埋めるしかない、それかフルハウスやけども、あと3つ同じの、あいけるよ、まあ4ダイスどっちを狙うかになるな、コロナすると、それかもう全部捨てて6かやで、え、ただ6も空いてるからな、6だけ残すとかも、お願い私に力を出してちょうだい、出なかったらいけましたか、かなりモンスターボール使った、よしモンスターボール、モンスターボール効果やな、モンスターボール、モンスター出てきたエリという名のモンスター出てきちゃった、うん、でもさ、もうボーナス取られた時点で私負け確じゃね、あなたがもし6を6個出したら5個ね、あ5個ね割ろてんで、 6個でも足りひんやんうざ、割ろてんで、しかも俺はこっからいいやん、1キープしや、ヨット狙うやろ、どうぞ、え、そうなった場合6残す意味ある？え？一応さ、スゴロクじゃない、このさサイコロって5が出やすいんやんな、って言われてるけど、それはゲームの出てたらの中では知らんで、ゲームの中でも5が出やすいと信じております、バカじゃねえな、甘いわえ？甘いわ、甘いなこれ、甘いなこれ、あでも最後の最後で1出たお疲れ様でーす、あーまあでもまだあるから最後ヨットを出せばもう完璧やねんけどな、エリちゃん苦しい展開やな、魔法ダイス6も狙いに行ってないやん、また後でってこと、6さっき1個も出んかったと思います、あそうでしたあーこれはモンスターボールの力使っても無理やな多分ほらな、あこれつらたんやな、モンスターボール使わんかったからよ、ちょっと待ってね、どっちの方が砲ダイスを潰した方がマシ、まあそうだな、いやだって4ダイスは絶対に、6の4ダイスでもよかったんやから、あでも4ダイスは絶対に4つ揃わないと点数にならないもん、まだ可能性があるのはな、ただもう私の勝ち確だと思いますが、また出たで5が出やすいという噂、さあ果たして本当か、全然嘘、これはさすがにヨット出されへん、もうこれで5、3つ出さな、あー5が1個だけ出たよ、はいヨット0点あーこれはもう負けや、でもまあまあまあ6を5個出したところでわしゃって、わしゃの勝ちやな、6、1個だけ、まさかエリちゃんヨットを出して負けるとは、作戦ミスだこれは完全作戦ミスだ、あでも6、3つある、これで6あと2つ出たらめちゃくちゃ悲しい、
無事終了。あやっぱボーナスがでかかった。やったもう一回。まあまあしかも余裕を持っての勝ち。おい、もう一回や、もう一回やんの。そうや。別に協力して対コンピューターでもいい。それはいらん。協力なの。切れとる。せぬ。意地になっとる。オッケー。また俺から先行やけど、それでいいの？いいよ。じゃあ振ります。第1投目、レッツゴー。ウォー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 。これはもうロックキープでいきましょうか。そこで6いっぱい出てくれてもいい。いいよ。さあどうする？6もう一個出たらめちゃくちゃ熱い。出ない。ふー、焦る。まあでももう6埋めちゃおうかな。もう埋めちゃうですか？まあそうやな。だってそうだね。まあもう一個出てくれたら嬉しかったけどな。さあエリちゃんも6やります。どうされますか？まあやっぱそうですよね。それか、それも残して、いやフルハウス狙いに行こうかな。フルハウス狙いに行った方がいいと思う。やっぱ、うん、後々苦戦するよね、あの下の方って。はあ、簡単だぜ。あーだるい。イエーイ。やばい、しかもまあまあ点数の高いフルハウス。やばいね、それは。あららららららら。あららららら。よし、一狙いでいこう。あ、危ない危ない危ない。チョイスですか？ミスってるかもしれんな。ストレート狙いよ。3、4。1、2。これは。これ。これ無理。ちょ、待って。やばない。やばない。もうデュースとかに変えた方がいいんじゃないですか。いや、マジでな。ちょっと待ってや。2置いといたら3、4出せばいいんやんな。3、4出せばいいけど。いや、やめよう。やめようか。2ね。あ、今回ちょっとあかん雰囲気出てる。2出ろ、2いっぱい出ろ。おお、出てる。ちょっと待って、フォーダイスこれで埋めんの？じゃあ待って、フォーダイスってめちゃくちゃ点数か変わるよね。24点か最大。ジュース。まあまだマシな結果になったでしょう。まあそうですね。あ、1,2,3,4。嘘やん。1,2,3,4。2,3,4。そういう一発目から出てほしい俺も。お願い。で、ゴーデンな。出そう。やばい。一般的に出やすいと言われている5ですよ。お願い。ここで5を出さない。わあ。オッケー、危ない。危ない危ない。何回もストレートの告知いらんのよ。あー埋まっちゃったね。私もストレートから埋めたい。悪くないでしょう。ストレート。何？三種。ああ。うざ。ああ。うざ。ああ二三四五やったらよかったのにな。そうですね。あ、もう二しかないよね、選択肢が。そうです。まあでも出るのが私。はい、一般的に出やすい五が出ました。いや出せるから。よいしょ、ここだ。違う。お疲れ様でした。まあでも、まあでも、とりあえずね、一緒よ。エリちゃんと一緒、まねっこや。まねっこせんといて。まねっこせんといて。ああ、いいけどね。ああ、ちょっと待って、これは難しいですね。もうフルハウスもなかなか A 点で埋めてるしな、エリちゃん。まあ普通5だけ残すけど、3,4,5。まあ間あるよね、3,4,5でも。あ、そうなります。まあまあこれでいこう。それでいっちゃいますか。フォーダイス狙いでチェケラいけそうやね。それはなんならヨットでもあり。5で安いからね。はい。クソやな。ゲームでした、所詮。
語が出やすいのは迷信です。ここでかいんだよな。なんかよし、ストレート狙いですかね。2、3、4、1、2、3、4。おっと、これは世間一般的に出やすい語が残っております。5出しゃいいんやろ、2回中。そういうことですね。だこれ出なかった時、出なかった時どうすんの。出るでしょ。はぁ、やばいね。どうしようかな。もう出へんかったら1でええや。勝手に決めんじゃねえや。1だな。いやー、ダメだな、これやばいよね。私もストレート B が欲しいな。どうしよう。まあチョイスにしてもいいと思うけどな。どうしよう、ほんまにすんの。フォーダイズも狙える、それ。まあ、チョイス、あ、4残さんね。まあまあまあ、残さん。ギャンブラーよね、エリちゃんの方が。ああ難しい。チョイスまあ悪くないけど、その1さえなければ迷わずチョイスやもんね。これしておこう。わあ、そうしましたか。はい、お互いもう低いとこは潰してしまいましたよ。そうですね、わしゃもう6やっとんねんな。この場合はさ、どうしたらいいんかね。フルハウスとかそこら辺狙っていくか。6出ろ。出ないし、やばいし、どうしようかな。ねえ、それ4ダイス狙ってんの。いや、きつい。これはきついですね、かなり。ヨット消しますか。まあ、ヨットという選択肢を。一番可能性がないからなって言って5個揃った時はもう泣くよね。ならチョイスにしたら。まあ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 、いや、チョイスでもいいけどな。数点差やろ、言うてな。まあまあまあ、やめとこうか。ふん、ヨットは出ない。おう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 。だからエリちゃんの場合は多分ヨットを残す派やろ。ギャンブラーエリ。2345狙い。はい、これで5ね、出たらかっこいいよね。あーもうあー、何出るんだな。持ってる、私持ってるね。君は本当にちょっと、あー、これは勝たれへん。40点さ。厳しい。もうヨットも潰れてるからな、言っとけよ。あ、わ、やめて。もし万が一にもヨット出るとか、やめて。フォーダイス攻めて。バカ野郎。バカ野郎。これきついな。あー。あ、チョイスでもいいんちゃいます？そうなんですよね。ただこれで、43点やろ。無理だな。無理だな。あと20点、あと20点やろ。きついかな。いや、いけんちゃうかな。何のお話されてます？いや、このボーナスをね、もらいたいのよ。まあ、でもチョイスでいっか。4ダイス。いや、厳しい。チョイスでも十分高い点数ですよ。うん。もうこっち。いや、難しかったな、今のは。5やったかな。へへへへ。5でもし4個出ても4ダイスにするやろうから。埋めといてもよかったんよ、多分。完全にこうだろう。うん。
はい、つらい。まあ、ストレート埋まってんのかなり気が楽よね。ストレートも空いてるし、フルハウスもフォーダイスも空いちゃってるから、いやチョイスでも負けてるし今回やばい。わーおーおーおおお、これはやばい。ヨット出るかもしれん。これさ、いやいやで、一応さ、もう振り直さんでもいいんやけど、振り直してみようか。ああ、よかったよかった。よかったよ。もう一回ね。まさかね。いや、まさかそんな。やだよ。やっと開いてないです。やっと開いてないです。エリさん。ああ。私のこの今の気持ちわかりますか？まあ、わかりますよ。いや、ちょっと待って。あ、でも4でもいいやん。あ、フルハウス。いや、4の方がいい。絶対4でしょ。4満点やん、それで。いや、満点の意味はないんやけどね。いや、そうやけど、他はまだだって高いです、まあ、かなりボーナス。ボーナスを取れ、いや、もうそう、エリちゃんに勝っちゃいいんやからな。エリちゃん、今回はヨット無理でしょ。とか言ってたら、位置が3つ。ただ、エースは厳しいさやな。いや、まあ、ヨットってさ、何が揃っても50点なんかいいよね。いや、そうなんですけど。ああ、なんで俺ヨット埋めたかなめちゃくちゃ後悔や。あー、どうしよう。全部振り直そうかな。あー、やっちゃう。うん、まあ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 、まだ振り直せるから6残しですか。もう6いっちゃいますか。これエリちゃんもボーナス、ああそうなったか。これはかなり俺有利やな。難しいですね。だから4ダイス、フルハウス、ストレートが空いてるからこんな点差になってるわけやね。下埋めないと。頑張れ。なんだこれは。6。いや、もう意味ないね。ストレート。チョイスもあるし。ストレートでしょ。5狙いや。2,3,4,6 で置いて。ああ、まあそうかな。チョイス置いとけばよかったな。2,3,4,5,6。5が出たらいいんだ。5が見えております。さあ、これで。ストレート。なあ、無理かな。これゴーデン買ったらつらいよ。つらいよ。つらいのよ。そうよ。俺めちゃくちゃエリちゃんにはめられてるやん。なんでなの。いや、誘導されたやん。誘導じゃないよ。うわいやいや、今のは誰でもそれ狙ったんちゃいます。だってシックスも埋まってるしやな。ロコ置いてたって意味ないが。ないがって。だって51点やろ。まあまあまあ、まだここがマシかな。いやー、やっぱ先に埋めた方がいいよね。下厳しくなってきた。あららら、あららら、らトレイ狙いと見せかけてヨット出ると困る。ああ、え、ああ、フォーダイスなんてあったか。そうだな、確かに。まあ、ここは難しいですが。ここはトレイでしょ。あ、そっち。はい。え、絶対フォーダイスやろ。いや、いいんです、これで。マジで。はい、性格の不一致です。寒い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 よ。暖房つけたろか。え、違うのよ。出目が寒い。温風でもええで。これもう無理ゲーやん。6置いたところでやで。6もないし。え、でもまあいいですけど。別にフォーダイス、フルハウス狙いしかないよね。フルハウス狙い。おーしゃ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 。
よしよしよし。え、でも、あ、そうね、それで4ダイスね。4ダイス狙い。無理かな。はぁ、6って一瞬見えたやん。あ、つらい、これは。つらいフルハウスの方が俺無理な気がすねえな。フォーダイスも無理かもしれん。あ、今の、いや、ストレートの方が無理かな。全部自信を失っている。あ、どれも高得点のランしかないから無理や。ちょっと待って。まだフルハウスの方が可能性あるのかな。ここ埋めるか。さっきの試合の方がよっぽどいい試合でしたよって感じになっちゃうよ。あらららら、2、3、4、5、6。それ俺がやりたいやつよ。ゆっちょに譲ってあげたいわ。ただ今のエリちゃんにとっては何の意味もないから。そうやね。え、全振り直し。やめる。いやいや、別に振り直してくれたらいいよ。ロコ、ノコ、そこが6埋まってないしな。いらんアドバイスした。あー、いいね。え、どういう意味でいいねって言った？今6。あー、そういうこと。狙いでしょ、もう。それしかないですよね。一応フォーダイスもヨットも狙えるけど。あー、あー、そうですね。まあまあいい結果になってるやん。追いつかれたね、そこの6。いや、もう点差が50点ぐらい。あー、難しいね。もうこれかけるしかないね。そうっすね。2、3、4、5、6ね。そうっすね。3。あー、ダメだな。危ね。どうする。もうこれ絶望を感じてるで今。絶望やん。ちょっと待って。あ、もうちょっと待って。どうしようもない、どうしようもない。今度は勝てるかい。絶望。絶望。笑うね。あ、でもフルハウス、ちょっと待って。ヨットでミスったもん。ヨットさ、出てるから、俺。いや、でもその選択肢を選んだのはご自身なので。いやー、もう完全にミスってるよね。いや、なんかもはやもうここまで来たら私別に2で4ダイス探しても別にいいかなって。あ、でも一応あれか、まだエリちゃんもボーナスつく可能性あんのか。4、5個出せばって感じだな。それやったらでもヨットに割り振るわって感じ。よーし、頑張ろうと。うん、エリちゃんそこはボーナスもうつかんのよ。あー、エリちゃんきつい選択きたで。ちょっとゲス。まあそうだやつな。そうですよね。私バカじゃないんで。もうフルハウスしか狙われへんのよ。どうすんのこれ。でも66だけ残しときさ。いや、5狙ってもいいねんけど。あー、もうフルハウスも潰れるんかな。じゃあ危ない。いや、2個が同じ数字ってある？いや、ないやろ、もう。同じ数字で。なんでこんなことになる？あー、数字的には高い数字なんですけどね。あー、あー、これは、いわゆる、絶望ってやつですね。これはもう完全な負けですよね。また、エリちゃんも、4ダイス狙いはもう諦めたんですか？ 4 狙ってんの？まあ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 。そうですが、何か。4ダイスを最後に持っていくのね。ああ、よかったよかった。いや、60点差。5狙いなんで、よろしく。まあ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 、1個ね。あと2個出さなあかんのか。よし、1個。ここよ。ここで、もう1個出るか。いや、もう2個。もう3個でもいいです。もう1個出たよ。ボーナスついて。
ギリ追いつかない。ギリとかでもない、追いつかない。あ、焦ったー。お疲れした。あ、もう試合終わってるんで、お疲れした。えちゃんもう頑張らんでええって。フォーダイスまで出したら悲しいよ、えちゃん。もうええって。お願い、最後に2を出してください。いっけー、モンスターボール。使っちゃった、モンスターボール。ガーン、ブブー。よしよしよし。まあまあまあ、底辺の争いでしたな。ちょっと今回は低かったですね。140と151やから。あー、えいちゃん一勝一敗なんですけど。いいよ、もう一回最後しても。別ゲームで勝負つけますか。別ゲーム？いや、このゲームの勝敗はこのゲームでつけるんよ。いや、もうかなり長いことやってんねんこれ。そうなん。もう46分も2試合でそんな時間かかる？うん。どうする？えいちゃん将棋弱いからな。これやる？うん。書いたらそんなに、どんなルールやったっけ？別に実力差とかないやろ。4つ並べりゃいいんやろ、斜めでも。どっちが先に4つ並べられるかな？はい。はい。ふんふん。縦横斜め。縦に4つ揃えることはまだやろうけど、ルール的には落としたらはいって言わなあかんわけやな。言わんでいいやんけ。はい、はい、あーもうこれ勝ち確やん。やったー、リーチ入った。はい、僕の勝ち。あー、見逃してた。まあそういうことですね。さあ、やっていこう。え、一ピーになってたよ。え、一ピーが先手やろ。うん、そういうことか。今度真ん中から落とそうかな。この落ちていくシャラシャラっていう音がええね。そうだ。あ、間違えた。ん？間違えた？あ、だってちょっとハンデあげようか。ちょっと L。 いやもう、いや、じゃあ間違えたのがないかな。赤いところにしよう。あぶねー。いや、あぶねーじゃない。あぶねー、危うく反則やったらいいって戻る。真剣勝負よこれ。なんていう水の差し方してるんや。超危ねえじゃん。超危ねえじゃんじゃねえよ。もうちょっとで死ぬとこだったぜ。やばい、これ待てよ、罠にはめられそうになってる。多分なんか気づいてる。気づいてる。ここ置いとかんとやろ。
あーそこに入れちゃったんですか。そうですね、そこが正解かな。一応はせや。あそうだな、そこが正解だったかな。ずっと俺が攻めてる感じがする。進展がねえな。あ、負けた私。え？なんか絶対言わへんけど負けた理由は。え？なんか確定してるかな。え？どうか。あ、ごめん。なんもない。まだ積んではないと思うで。なるほどな。いや、なるほど。わかるわかる。しかないよね。えらい高く積み上がっております。真剣すぎて無言すぎ無言すぎるやこのゲームやる上で。ダブルリーチみたいなんいらんのよ。うん、そうなん？落とす場所、うん、限られてるでしょあなた。そうきたか。まあそうだよな。あ、間違えたかな。間違えたかな。まあまあまあ。エリちゃんはどう頑張っても揃えられへんよね。いらんのよだから、そのちゃうんよね思ってんのと。よいしょ、かなり有利やと思うけどな。ゆっちょがでしょ。うん、俺がエリちゃん有利な要素どこにもないけど。これも価値格だな。もうどう頑張っても俺の勝ちやねんけど、ここに落としても俺の勝ちやな。ここに落としたら決まるし、まあここで遊んでもいい。わざわざエイちゃんに落とさせようとする。どんよーん。刺した。ん、なんか刺した。いや別に好きなところに置いてもらって、もう積んでるけど。ああ、そういうことか。そうです、もうこれはなんて戻ってもしばらく無理やったと思うで。それはもう積んだな。積んだな。さあ、あざまー。ピョイーン。コードも
右斜め左斜めにも揃ってるよ。全然あんまないこのゲーム。全然あんまないからやめよう。やめんの。じゃあもう決着ということで。ああ。これはちょっと今無理。何これ。やってみる。X。